これが私の今の仮想通貨の資産になります。こちらがリップルで、37,404 ドルと、だいたい400万ぐらいですね。で、他もコインがあることあるんですけど、どれも非常に少量なので割愛させていただいて、これがバイナンスの口座に入ってる全資産になります。で、DMM ビットコインに入ってる方が367万と、合わせて760万ぐらいですかね。で、まあ、4月から始めて、全部で、まあ、ちょびちょび入れて、1050万ぐらい入れたんで、全部で300万ぐらいの負けとなって、マイナスとなってます。で、これが今ビットコインのチャートで、まあここが切れちゃうとさらに下行っちゃうかなって感じの、下に行くようなチャートになってきちゃったんですけど、まあここから巻き返ししてくれればいいんですけど、そんな感じです。ちょっとどっち行くかわかりません。